ゆうせんさん、まあ私たちは本当にありがたい環境で仕事させてもらってますよね。あの店舗をやってる時でも店の中は一定の環境が保たれてるんですけども、出勤する時って暑かったり寒かったり疲れたりとか面倒くさかったりいろいろありますもんね。人にぶつかったりとか物を落としたりとかね、あの結構ないですよね、そういうことが。あの店に行ってみてそこで初めて店の鍵がないことに気づいてもう一回帰るみたいなこともあったりしますからね。で、全然話変わるんですけども、常識論っていうのがあってね、要するに常識がない人とは付き合いたくないみたいなね、そんなことがあるんですけども、私ね、100人いたら100通りの常識があるんじゃないかなと思うのと、常識をいくら破っても法律を破ってるわけじゃないから、それによって不利な状況に追い込まれるってのは随分理不尽だなとかね、まあ、感情のなせるものだなと思います。もちろんあの常識好きな人にはね、常識で攻めていった方がいいと思うんですけども、うん、まあ、そもそも常識って何？5分前行動ってあるじゃないですか。5分前が10分前じゃいけないんですかとかね、30分前じゃいけないんですかみたいなことがあったりとか、うん、このメールのなんか書き出しにお疲れ様ですとかお世話になりますみたいな書くのも、生涯で何回書くんやって話になったら相当なあのロスがあるわけですよ。だから前置きはなくしていきなり本題でもいいんじゃないかなみたいなね、新しい常識ができてきたりとかするんですよね。だから常識は無数にあるんで、あの自分の常識と他者の常識がぶつかった時にどっちが正しいみたいなね、論破合戦はなんかね、さらに輪をかけて無駄だなと。特にビジネスでなんか常識っていうのは売り上げをちゃんと上げることかなと思うんですよ。あの兵頭会長じゃないですけどもね、手合いの借りたお金を返すことが唯一の誠意でしょ。土下座してごめんなさいお金がありませんでしたっていくら言われても1円も返ってこなかったら貸した金大損じゃないですか。だからビジネスの常識とかっていうのは売り上げを上げることなんじゃないかなと、約束通り納品することじゃないかなと。そこにはっきり言って挨拶優先じゃないのかなと思うんですよ。どっちかっていうと、もう売り上げとか予算とか納期を守ってプラスアルファ挨拶をしたら気持ちがいいけども、できてないのに挨拶優先っていうのはなんかね、まあでも挨拶ぐらいした方がいいのかな。どうしましょう。どうでしょうか。常識論、いってらっしゃい。